けなされても、笑われても、恥ずかしいと思わず、熱心に稽古に励む人が一流になる。第150段。何か芸能を身につけようとしていながら、下手なうちはうかつに人前へ出ないようにしよう。内々に自分で稽古を重ね、上達してから人前へ出る方が奥ゆかしいというものが多い。しかし、こんなことを言っているものは、何一つ身につけることはできない。全く未熟なうちから、上手な人の中に混じって、たとえけなされても、笑われても、恥ずかしいと思わずに、平気で押し通して、熱心に稽古に励む人が、伸びていくのである。そういう心がけの人は、たとえ生まれつきの才能がなくても、道を求める途中で立ち止まることがなく、自分勝手に年月を送ることもないから、やがては名人の域に達し、世間の人から認められ、比類ない名声を得るのである。世間中から一流と称賛される名人であっても、初めのうちは下手だという噂が立ったり、ひどい欠点があったりしたものだけれども、その道の規律を正しく守り、これを重んじて勝手気ままなことをせずに努力したから、天下に認められる対価となったのである。芸能に限らず、いずれの道においても変わらない大切な心がけである。第150段。資源は耳に逆らうと言われるように、人の批判に耳を傾けるのは実に難しいものです。つい反発したり落ち込んだりしがちです。けなされても、笑われても、恥ずかしいと思わずにという心になれるのは、その道を求める志がよほど本気な場合です。一流の仕事力を身につけたい人にとっては、決して忘れてはならないアドバイスではないでしょうか。けなされても笑われても、恥ずかしいと思わず熱心に稽古に励む人が一流になる。